ジョン・ディディオンはアメリカ人小説家、エッセイストである。ニュージャーナリズムの書き手の一人として、1960年代に交流したアメリカのカウンターカルチャーや当時の若者たちの生態を描いた小説やエッセイで注目された。1934年、アメリカ・カリフォルニア州サクラメント生まれ。父親は兵士で引っ越しが多かったため、幼い頃は、 きちんとした教育を受けられず、恥ずかしがり屋で読書好きな、おとなしい子供だった。カリフォルニア大学バークレー校在学中に、雑誌のボーグが主催するエッセイコンテストで優勝し、卒業後ボーグで2年間働いた。ボーグ在籍中の1963年に、諸女作、ラン、リバーを出版。翌1964年に、裕福な資産家の息子で、 タイム誌のライターをしていたジョン・グレゴリーダンと結婚し、防具を退職して、ロサンジェルスで暮らし始める。1966年には、生後感もない女の子、クインターナを幼女にする。ロスの高級リゾート地に住み、パーティーに明け暮れ、ジャニス・ジョップリンら伝説的な有名人たちとも、交流しながら、ライフ、エスクワイヤー、ニューヨーク・タイムズなど多くの雑誌に寄稿し、小説や、 ドキュメンタリーなどを執筆した。1968年から空間式出張やめまい、多発性硬化症を患った。1970年代初期には、夫と夫の兄のドミニクと3人で映画会社を設立、夫と共に脚本を担当し、アルパチーノ主演の悲しみの街角を制作した。その後、ドミニクとは離れたが、夫と脚本を書いた。 スター誕生が大成功を収め、告白、アンカーウーマンと、夫婦二人三脚の脚本執筆が続いた。1979年には、クインターナの通学のために、ロス郊外の高級住宅街、ブラントウッドに引っ越す。夫とは40年間いつも一緒で、ニューヨークのアッパーイーストサイドの自宅アパートの隣り合った部屋にそれぞれ仕事場を持ち、朝は二人で、 セントラルパークを散歩し、近くのスリーガイズレストランか高級ホテルのカーライルで朝食をとるのを日課としていた。デイビッド・ハルバースタムラ、ニューヨーク分団に多くの友人を持ち、夫の一族の行きつけで、セレブ御用達のイタリア料理店、エリオズの指定席で毎晩のように夫婦で食事をとるといった優雅な日々を送っていた。2003年末に前年に結婚したばかりの娘、 クインターナが肺炎から意識不明となり、マンハッタンの病院に収容された。夫と共に娘の集中治療室に毎日看病に通う中、自宅アパートで夫が突然心臓発作で死亡する。その後の一年を綴った悲しみにあるものがベストセラーになり、同賞は2005年に全米図書賞を受賞した。同年、クインターナも39歳で亡くなる。 現在も、ニューヨークで暮らし、執筆を続けている。俳優のグリフィンダンと、1982年に、恋人に締め殺された女優のドミニクダンは、夫の兄の子である。A.B. ジョーン・ディリオンによる物仕事、高崎敏夫の映画アットランダム声流出版、A.B.C.D.E.F.A. です。インザ・ファミリー・バイ・ドミニク、ダン、バニティ・フェア、2004年3月、 悲しみにあるもの慶応義塾大学出版部。ありがとうございます。